オートハイビームっていうのは、オートハイビームが煩わしいときは、これをオンにすりゃいいだけの話なんですね。ライト強制オン。そうすると、消えるんですよ。車のオートライト、これですね、自動的にライトがつくっていうやつ。2020年以降の車には法律で義務付けられてるんですよね。でも非常に僕の世代から言うと、これ使いづらいというか、かなり明るいのにつきっぱなしになっちゃうんで、非常に困ってたんですね。煩わしいというか。で、このオートライトの他に、オートライトにするとオートハイビームっていう機能もついてくるんですよね。これがね、また厄介で、ダイハツのやつは非常にそれが効きやすいというか、対向車来てるのにずっとハイビームになってるんですね。これを回避する方法っていうのが結構ネット上にも上がってて、説明書には書いてないんですけどね、解除できるんですよ。で、 YouTubeに上がってたのがトヨタのライズと、あとダイハツのロッキーですかね。この車種のオートライトの解除の仕方っていうのが上がってて、これでもダイハツだと全部共通っていうことでやってみたんですよ。やってみたらね、できたんですね。で、このやり方っていうのが、まずこれエンジンスタート2回押しますね。これはブレーキ踏むとエンジンかかってしまいますから、ブレーキ踏まないで2回押し、2回押します。でね、ライト、これを1、2、3、4で、今度パッシング状態にして1、2、3、4、はい、そうするとね、これ今点滅してますよね。これが点滅するとオートの状態でハイビーム、オートハイビームが解除になるんですよ。で、これ今エンジンかけてみますね。上にこれセンサーのとこに乗っけて、はい、これでね、オートライトのマークがね、今消えてるじゃないですか。これで解除になってるんですよ。これをまた元に戻すとき、今と同じ手順もう一回ですね。はい。ブレーキを踏まずに2回押し。で、これを1、2、3、4。次、パッシング状態にして1、2、3、4。はい。もう一回点滅してますよね。で、これで元に戻ってるんですよ。で、エンジンかけますね。はい、これでね、またオートのハイビームのランプがついてるんで、これでオートになってるんですよ。これね、僕勘違いしてたのが、要はこのオートハイビームっていうのは、オートハイビームが煩わしい時はこれをオンにすりゃいいだけの話なんですね。ライト強制オン。そうすると消えるんですよ。これ元に戻すとまたつきますよね。だからオートハイビームっていうのは、オートライトの設定で自動的にオートハイビームになるっていう機能なんで、それ嫌な場合だったらこっちに回せばいいだけの話なんですよね。それ知らなかったんですよ。こっちでもオートになるのかなと思ったら、それではないんですよね。だから別にこの設定しなくてもね、オートハイビームになるの嫌だったら、これをオンにすればいいだけの話だったんですよ。ちょっと勘違いしてたんでね、一生懸命そういう情報を探してたんですけど、何のことない、これを、ただこれをね、こっちにすればいいだけの話なんですけど、でもオートの状態でね、それが嫌だっていう人は、そのさっきのやつでね、ダイハツの車種であれば解除できるんで、その設定はね、ありなんじゃないかなというふうに思います。あとオートライトはね、これはもう解除できないです。法律でもう決まってますんで。この間ね、つけたやつ、これ薄いやつにしたんですね。最初ね、これスモークのカバーなんで、純正よりは当然薄いんですけど、これでもね、結構感度良すぎんじゃないかなと思って、クリアのやつ一回買ったんですよ。これですね、まるっきりクリアのやつで、こっちが純正のやつなんで、これ真っ黒なんですね。で、その中間あたりのやつが今回今つけてるこっちなんですけど、これね、ちょうどいっちゃちょうどいいんですよ。僕この機能って本当にいらないんで、手動でやりたかったんですね。これつけると薄暗くなってもね、オートライト効かないんですよ。だから自分で判断して、薄暗い時はこの強制的にライトつければいいなと思ってこれつけたんですね。でもカーナビがうまく反応しないんですよ。要はライトつけた時にこれが連動するんじゃなくて、こっちで反応してるんですよ。なので薄暗い状態でライトつけますよね。ライトつけるでしょ。そしたらこっちね、まだ明るいままなんですよ。薄暗くなっても画面カーッと光って眩しいぐらいの感じになっちゃうんで、それだと都合悪いんですよね。結局こっちと連動してるんで。で、これつけるとね、ちょうどいいんですよ。ある程度暗くなったらこっちも暗くなるんで。だからこのスイッチとカーナビが連動してなかったんで、
このクリアのやつは使いにくかったっていう話なんですよね。なのでこれも自動的にねつくんですけど、ある程度ね純正のやつよりは少し暗くなってからつくんで、まあいいんじゃないかなというふうに思います。このクリアのやつはね、そういう意味でちょっとダメでしたという話でした。はい、以上です。